瀬戸内の潮流を逆行する一つの器があった。一寸法師のごとくその器じみた船を漕ぐのは小早川軍総大将小早川秀明。かねてより憧れる伝説のあれを求め初めての一人旅に出たのであった。天下の一品、胸がグツグツドキドキするよ。彼は乱世の潮流をも確実に逆行していた。キングさん、道中の方々には私が一報を入れておきますね。安心してよき一人旅を。小早川秀明、野島を喰らう。食材を生かすんだ。ここの名産なのかな。あ、キングさん、こんにちは。この海賊さん、私の森を狙ってるんです。姫巫女様の森、きっとご飯が進むね。まぐまぐ、うまい。新鮮な海苔とご飯でお腹いっぱいに。世の中には珍しい人が盛りだくさんです。よう、キング、あんたも見たいだろう。森を砦に改造するところは。森を取り、でかい増水、野島最高。イライラしないよ。朝毛も昼毛もおやつもいただきました。
クパクキンゴ、食わせ者ですね。ペコペコキンゴ、やりおるの。予言者殿、我が紋章小早川
が命がけであなたを守りに向かいました。何かな。小早川はただの食いしん坊にあらず。なくしたもんは戻りやしねえ。分かりきっていたことだったか。ふん、あんたが鬼の罪をさらってくれるのかい。やってみな。嵐のように俺の後悔を連れ去ってくれ。この俺を食らおうってか。ちょ天海様。やりました。弱虫キングさん見直しました。上等じゃん。あーキング僕一生分の運使い切ったよ。頑張れキングさん。負けるなキングさん。なんか食欲なくなってきたかも。上祖壁さん、誤解です。僕は伝説のあれが食べたいだけなんです。伝説のあれ、まさか古のあの兵器か。キングさん素敵。今日のところは帰ってやるぜ。野郎ども船に乗れ。